こんにちは、バーテル古典オタクの米津周波です。中宮亭子と清少納言、枕草子にはこの2人のやりとりが多く記されていますね。今回はその中から僕が皆さんに伝えたい2人の相思相愛エピソードを5つご紹介します。これは清少納言が亭子の元で働き始めた頃のことです。清少納言は亭子があまりにも美しいので面食らってしまい、見苦しい自分の姿なんて見せられないと言って隠れながら出仕します。しかも外が暗くなってから出かけて朝が来る前に帰るという徹底ぶり。そんな恥ずかしがり屋の清少納言に亭子は絵画を見せたり話しかけたり、どうにかして清少納言をこの環境に慣れさせようとします。この時清少納言は20代後半、それに対して亭子はなんとまだ16歳。ですがこの状況を見ると亭子の方が大人ですね。朝になってそそくさと帰ろうとする清少納言を亭子は夜になったら早く来なさいと言って見送ります。その日は雪が降っていて、昼間になっても外は薄暗く、休んでいた清少納言のもとに亭子から手紙が届きます。そこには雪で薄暗くてはっきり見えないから今日は昼のうちに来なさいと書いてありました。初対面で何があったのかは分かりませんが、この時からすでに亭子は清少納言のことが大のお気に入りだったみたいです。こちらも清少納言と亭子が出会って間もない頃の話です。私のこと好き？と聞いてきた亭子に清少納言がどんなにかと答えます。当然好きですということです。これだけでも十分相思相愛なのが伝わってきますが、この話には続きがあります。清少納言が答えるのと同時に誰かがくしゃみをする声が聞こえました。この当時くしゃみは縁起の悪いものだったんです。でくしゃみを聞いた亭子は、あーやだ嘘を言ったのね、もういいわと言っていなくなってしまいました。もちろんくしゃみが聞こえたからといって清少納言が嘘を言ったなんて本気で思ったはずもなく、亭子は清少納言の反応を見て楽しんでいただけでしょう。この後亭子から和歌が届きます。いかにしていかにしらまし偽りを、空に正すの神なかりせば。清少納言の気持ちは分かっているということですね。そうは言ってもやっぱり悔しい気持ちの清少納言は誤解を解くために急いで亭子に返事を書きます。そしてとにかくあのくしゃみが憎いと言っています。亭子が二条の宮へ出かけた日、亭子に仕えている女房たちも牛車で二条の宮へ向かいました。もちろんその中には清少納言もいます。ですが女房たちが我先にと車に乗り込むので、その様子に嫌気がさした清少納言は親しい女房と二人で離れてその様子を冷めた目で見ていました。もし自分たちが二条の宮にたどり着けなかったら亭子様がお迎えの車を用意してくれるでしょうと話していたら、中宮式の役人が清少納言がまだ残っていることに気づいて気を利かせて車に乗せてくれました。一方その頃二条の宮では亭子が清少納言を探していました。どうしていないの？と言って探していたことも知らず、清少納言はだいぶ遅れて到着しました。清少納言の姿を見つけた女房が引っ張って亭子の前に連れて行きます。亭子は、どうしてこんなに尋ね歩くほど見つからなかったの？と清少納言に詰め寄りました。横にいた女房が事情を話すと、亭子は不満そうな様子でした。いつも澄ました様子で清少納言のことをからかうことが多い亭子ですが、本当に清少納言のことが好きだということが伝わってきますね。僕としては自分たちの姿が見えなかったら迎えの車をよこすはずと言いながらあえて車に乗らなかった清少納言は、この人たちより私の方が亭子様に愛されてるしという気持ちがあったのかなぁなんて思ったりもします。何か嫌なことがあった時どうやって心を落ち着かせるか、亭子たちとの会話でそんな話題が上がった時、清少納言は、人生に嫌気がさしても真っ白な紙が手に入ったら人生捨てたもんじゃないなと思って気分が良くなりますと答えます。亭子はそんな単純なことで機嫌が治るのねと言って笑っていました。それからしばらくして嫌なことがあって清少納言が家に引きこもっていた時のこと、亭子から清少納言のもとに綺麗な紙が大量に届きました。清少納言に会いたい亭子がかつての会話を覚えていて早く来てほしいという思いで送ったものだったのです。何気ない会話を覚えていてくれたと喜ぶ清少納言は、かけまくも賢き神の印には鶴の弱いとなりぬべきかなと返事を書きました。この紙で清少納言は枕草子を書くことになったようです。好きな人がちょっとした会話を覚えていてくれて、しかも落ち込んでいる時に喜ばせようとしてくれるなんて、これはもう嬉しすぎますよね。
寿命が伸びそうと言って喜ぶ清少納言の姿を想像するとなんだか可愛いですね。こちらも清少納言が引きこもっていた時期のことです。引きこもっていた原因というのが、亭主の父が亡くなり、その弟道長が亭主の立場を揺るがす存在となっていました。清少納言はもともと道長のファンで、道長側の人間とも親しくしており、他の女房たちから清少納言は亭主様を裏切るのではと噂されていたのです。もちろん清少納言にそんなつもりはありませんが、居心地が悪くなった彼女は家に引きこもることになってしまったのです。初めのうちこそ早く来なさいと何度も手紙が来ていましたが、次第に途絶えてしまい、清少納言は寂しい気持ちで日々を過ごしていました。するとある日、内密に手紙が届きました。開けてみるとそこには何も書かれていません。そして山吹の花びらが1枚包まれていました。よく見るとその花びらに岩で思うぞと書かれていたのです。これはこちらの心には下ゆく水の巻き返り、岩で思うぞ湯に勝れるという古い和歌からの引用です。さらに山吹の花びらというのは、山吹の花色ころも主や誰問えど答えず口なしにして、こちらの和歌を引用しているのです。口なしは口なし、口がないから何も言えないという意味をかけています。どちらも言葉では言わないけれど相手のことを思っているという亭主の気持ちが込められているのです。他の女房たちがいる手前、表立って清少納言のことをかばうことは難しい。でも言わなくてもちゃんと信じている。亭主のこのメッセージに清少納言は胸を打たれます。そして再び亭主のもとに出仕することになったのです。主人と女房という関係ではありますが、この二人のお互いを思う愛情はまるで家族のような、恋人のような、とても深いものだったんだろうと思います。ということで、亭主様と清少納言の関係性がわかるエピソードを集めてみましたが、いかがでしたか？枕草子ではこの他にも2人のやりとりをたくさん読むことができるので、興味を持たれた方はぜひ読んでみてください。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。